はい、どうも、アーサーです。今回はですね、エルデンリングの PVP の情報が載ってると言われている海外のインタビューをちょっと見ていこうかなと思っております。でですね、このインタビュー、ちょっとすごい文字が難しいんですけど、これ、ロシア語です。はい、ロシアのインタビューでなんか明かされたと、コメント欄に書いてあったので、僕の動画を教えてくださった方、ありがとうございます。ちょっと今からそちらを翻訳していきます。Google 翻訳、頼んだ。はい、翻訳できました。エルデンリングについて宮崎秀隆に話を聞いた。オープンワールド、マルチプレイヤー、有毒な沼。Google 翻訳ね、英語は結構精度が高いんですけど、それ以外の言語はね、個人的にあまり精度は良くないと思ってるので、ちょっとこれ、多分難解な文になるんじゃないか。気になるね。で、ここら辺はね、国内のインタビューでも載ってたんで、まあ、触れる必要はないですかね。ダークソウルからおなじみの G を取り戻し、ヒーローをレベルアップしてプレイスタイルを選択しますと。PVP どこだ？あった。出てきました。マルチプレイヤーについて。そう、俺はこれが知りたかった、ずっとな。まあ、一応国内のファミ通のインタビューでもね、載ってたんですけど、なんかね、PVP についてはね、あんまり触れられてなかった。てか、ほとんど触れられてなかったんで、ちょっとね、楽しみですね、このインタビュー。ダークソウルでは他のプレイヤーや NPC を召喚してボスと戦うことができます。そして協同組合やオープンワールドで正しく機能しますか。協同組合って言うんだな。ファントムの召喚はどこでも利用できるわけではありませんが、すべての一部のボスに限定されるわけではありません。あなたは一緒にオープンワールドを探索することができます。オフラインアシスタントがいます。まあ、あれですかね、オフでも呼べる NPC ですかね、これは。あなたが倒した敵の精神、繰り返しになりますが、敵の精神、これソウルかな、多分。繰り返しになりますが、すべての場所で利用できるわけではありませんが、これらはキャラクターのカスタマイズのもう一つの要素です。なんか、敵を集めて、なんか召喚できるように、なるらしい、エルデンリングは。魔法の呪文やアイテムなどの味方を選択できます。これはビルドの一部になります。まあ、これはこれも持ってたね。他に制限はありますか？例えば、以前はボスを倒した後にアシスタントが姿を消し、パートナーに電話をかけると、プレイヤーはその場所を離れることができませんでした。待って。これ新情報じゃない？以前はボスを倒した後にアシスタントが姿を消し、これ多分ね、ダクソシリーズの NPC を呼んでボスを倒すと、その後、NPC はね、白ファンを呼んでボスを倒すと、その後消えちゃうじゃん。だからそのことを言ってるんだろうね、これは。で、パートナーに電話をかけると、プレイヤーはその場所を離れることができませんでした。これは何だろう、あれかな、白ファンを呼ぶと、マップ切りかかるじゃないですか。で、その場所を離れることができないって、そういうことかな。いや、ロシア語の翻訳も難しいな。で、エルデンリングはダークソウルでおなじみのサインシステムを使用しているため、ってことはダークソウルのサインシステムと同じってことか。スキームはほぼ同じです。ちょ、スキーム意味がわからんな、これ。ボスを倒して分散させますと。ボスを倒して分散させます。分散？あ、多分ボスを倒して消えるってことかな。確かにこれを制限ではなく、プレイヤーをリラックスさせる方法と呼びます。リラックスさせる方法だってさ、消えるのは。で、その後、プレイヤーをビジネスに戻して、お互いに 迷惑をかけないようにすることができるいい点です。ビジネス ちょっとこれは翻訳難しいな。それ以外の場合は、マルチプレイヤーのストレスを軽減し、一緒にプレイしたいプレイヤーができるだけ障害物を少なくすることを目指します。いつでもネットワークゲームに参加できるように、まずマルチプレイヤーに必要なリソースの量を減らしました。以前はプレイヤーは人類やその他の珍しいアイテムを必要としていましたが、それは観客を弾きました。今では最大限のアクセシビリティを実現し、この点でプレイヤーにできるだけ多くの自由を与えたいと考えています。わからん。どういうことだ。マルチプレイヤーに必要なリソースの量を減らしました。いつでもネットワークゲームに参加できるよ。以前はプレイヤーは人類やその他の珍しいアイテムを必要としてきました。あれかな、白いサインろうそくとか、そういうことを言ってんのかな。あと、あれか、人類って多分、
プレイヤーの人口のことか。プレイヤーや その他の死、それは観客を弾きました。ちょっと分からんねえな、これ。難しすぎるわ、ロシア語。第2にエルデンリングの世界は広大であるため、召喚の兆候を見つけるのは難しい場合があります。これを行うためにプレイヤーがサインを残したり、現在誰が利用可能かを確認したりできる特別な場所を強調しました。なんか特別な場所があるのかな。インターフェース要素を追加してます。まあでも結構快適になったそうだね、これを見る限りだと。まあ確かにマップが広いってことは、まあサイン見つけるのも難しいかもしれないしね。なんか対策取ってそうですね。あった、ありましたよ皆さん。ええ、エルデンリンクにはまだ PVP がありますか。いや、この質問主マジでナイス。ファミ通もね、聞いてたんだよ、聞いてたんだけどね、宮崎答えなかったからな。特に否定もせず肯定もせずって感じだったからね、ちょっと不安だったんだよ。いやでも聞いてくれてるね、ドストレートに。ナイス、さすがロシア人だ。宮崎は目立って明るくなります。はい、侵入があります。よかった、お前ら侵入あるってよ。震えて眠れ。そして例えばオプションの PVP、 開発全体を通して私たちはゲームのこの側面を両方のプレイヤーにとってできるだけ煩わしくないものにするために非常に一生懸命努力しました。私たちは まだそれに取り組んでいますと。まあ、侵入があることは確定してるね、これ見る限りだと。で、例えばオプションの PVP、 開発全体を通しては、多分オプションの PVP ってのはダクソ3でいう闘技のことかな。侵入の他にオプションでなんか PVP、 プレイヤー VS プレイヤーの闘技があるっていうことですかね、多分。オプションって言ってるわけだから多分そういうことだと、まあ、思うけど、とりあえず侵入と対人があると。うん、いや、よかった。あ、これもう安心できるわ、マジで。安心して発売まで待てる。いや、ガチでナイスな質問だな、これな。契約はどうですか？契約？この意味で、エルデンリングに似ている悪魔の魂。悪魔の魂？デモンズソウルかな？ダークソウルだと闇の魂。だから多分デモンズソウルだよね、これ。マルチプレイに参加するための条件は最小限である。あなただけの看板を残しておく必要があります。ゲームには少し契約のひねりがありますが、マルチプレイヤーに結びつけられたものはマルチプレイヤーにいくつかの味を追加するだけです。ロールプレイングなど独自の特徴を追加します。マルチプレイヤーは必須要件にはなりません。デモンズソウルに似てんのかな。多分悪魔の魂だからデモンズソウルだよね。契約って何なんだろうね、これ。ちょっと分かんねえな、ロシア語だから。まあ、ここら辺もね、後で多分詳しく情報出ると思う。何せもう発売まであと半年だからね。こっから本格的に情報が出ていくんですよ。まあ、焦ることはない。オープンワールドについて。エルデンリングのオープンワールドはどのように機能しますか？シャドウ・オブ・ザ・コロッサスのように場所が重要なポイント間の移動の背景を作成しているだけです。それとも、ウィッチャーのようにマップ全体に散らばっていますか？どちらでもない。エルデンリングのオープンワールドは A 地点から B 地点までの移動ではありません。興味深い発見、危険。うん、エルデンリングがいわゆるメインパス、つまり自然な、まあ、って感じかな。ロシア語ちょっと難しいんだよ。音だけのようなワイルドのプレス、ゼルダのブレスオブザワイルドかな。世界中を探索するととても楽しかったので、そこには意味のあるものは何も見つかりませんでした。エルデンリングが世界を探索するとどのような報酬を提供しますか？武器、鎧、呪文、スキル、召喚用の精霊、クラフト用の材料など多くの装備品が世界中に隠されている。あなたはブレス・オブ・ザ・ワールドを覚えていても、私は個人的にそれを最後まで大喜びで経験しました。ああ、宮崎、ゼルダの伝説やったんだね。俺まだやってないんだよな。あれも面白いって話聞きますからね。最も重要な質問。プレイするすべてのゲームに有毒な沼があるのはなぜですか？まあ確かにね。毒マップは多いもんな。
はい、エルデンリングにも有毒な沼があります。おそらくこれは私の怪我のようなものです。かっこ笑い。わからない。何かが私をどこにでも有毒な沼を置くようにさせます。多分潜在意識の何か、いい質問です。どういうわけか私はそれについて考えたりしませんでしたと。まあこれで終わりですかね。いやー、なんと言ってもね、これよ、これこれ。いやー、やべえ、ちょっと血がうずいてきたわ。多分これはジェスチャーだよね、命乞いの。これもう侵入なのかな、実を言うと。どうなんだろうね。まあ何にせよ、この神ゲーがね、もう発売まで残り半年ですよ、皆さん。期待して待ってましょう。ということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。